宮山先生、よろしくお願いします。はい、中央大学の問題解いてもらおうと。え、文法的なこともかなり含まれる、うん、そうですね、はい、If you have plenty of time to not to recommend that you... なんで、これはイージーですよね。おお、イージー、うん、間違いです。いいチャンネルですね。ちゃんと間違ってるね。そうだよ、ございました、もちさんです。さあ、今回はスペシャルゲストです。はい、国山先生、よろしくお願いします。はい、久々でもないですけど、はい、まあ、ピボットにも出演してくださいました。はい、はい、私のトイックの英語を3日で何点上げられるのかっていうことでね、はい、企画やっておりますので、はい、やっておりますので、ピボットの方ぜひ見てください。お願いします。はい、そんな中、まあ、動画の方はね、ピボットの方でまだ頑張ってる最中だと思います。はい、トイック勉強してもらったんで、まあ、せっかくなんでトイック以外の英語力も見たいなと。確かに、まあ英語はトイック以外でも測れますもん。はい、あとはやっぱ僕のチャンネル大学受験系で見てる方も多いので、はい、福山さんの出身大学といえば中央大学です。はい、はい、中央大学商学部、商学部経営学科です。捨てハゲが浮かんでる人も多いんでしょうけど、捨てハゲ知ってます？捨てハゲってなんですか？捨てハゲって、まあ商学部出身の、まあ問題児 YouTuber。 ああ YouTuber の方ですね。はい、はいはいはい、なんですが、中央大学の問題解いてもらおうと。え、入試？入試、入試の英語？入試の英語ですね。実は、はい、中央大学杉並高等学校からしました。はい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 、だからまあ高校受験の英語をやりましたけど、その大学受験の英語をやってないんですよね。なるほど、はい、エスカレーターだった。エスカレーターなんですよ。別にそのエスカレーターがダメってわけじゃない。ダメじゃないですか。ちょっと実際解けるのかどうかなんですけど、はい、いわゆる一文あって空所補充するという形の問題なんで、まあまあまあ、トイックにもありますからね、パート5はこういう感じですからね、はいはい、どんだけできるのかと。おうほう、この英語力は果たして見た目と関係あるのかという。確かにね。やってみたいと思います。もう全問正解目指して頑張ります。はい、行きましょう。はい、もう本当に今から。はい、もう本当にすごいですね。もうガチです本当に。今日何のテストやるかも何も概要聞かされずに、はい、本当に今1枚渡されてます。そうです、これを今解けと。そうです、分かりました。数々の人がうちのチャンネルゲストで解かされてますから。いきなりね。いきなり、はい。じゃあ、いいんですか？はい、もう、ぜひ。別に制限時間とか特になく。なく。まあ、なるべく早く、ね。なるべく早くで、はい。今、2問目ぐらいその時、今、解き終わりました。え？早っ。ちょっと、じゃあ、ペースアップします。はい。はい。おい。できました。できました。さあ、どうでしたか？自信がないですね。そうですね、まあ、いわゆるトイックに出てくるのもありますけど、はい、全然出てこないようなものもやっぱり経験のはあるんで、はい、その英語の単語の難易度というよりも文法的なこともかなり含まれてます、うん、そうですね。だからやっぱり普段の日常会話とかで使う文章だとは思うんですけど、うん、選択肢何を選んでいいのかっていうのが自信がなかったですね。そうですね、だからまあかなり文構造の問題とかがあるっていうのがやっぱ受験って感じですね。まあ、トイックも最近は増えてるんですけど、はい、やっぱり受験の方が複雑なものを通ってくるっていう印象ですね。はい、まあ、できたのか見ていきましょう。はい、じゃあ1番ですね。はい、If you have plenty of time to なんとか I recommend that you visit the British Museum for several days while staying in London. ああ、British Museum、はい、はいはい、行ってきましたけど、僕も私も行ったことありますね。これはもう意味わかりますよ。観光する時間があるなら、ああ、そうそうそう、英国美術館にね、はい、行った方がいいよ、行った方がいいよと、はい、数日あるならと、何時しか行った方がいいよってことですね。はい、大博物館に。さあ、はい、どれを選びましたか？ C、レジャー。はあ、リージャー、レジャーは、はい、一番選んじゃいけない。いいチャンネルですね。ちゃんと間違ってるっていうね。名詞じゃないですか。ね、そうなんですよ。A だ、A ですね。あ、to do。はい。あ、違います。え？これは spare ですね。D が正解です。はい。バツ。Time to spare。なんでですか？割く時間ですね。ああ、そういうこと？はい、スペアタイムっていうのは割く時間になるんで、はい、トイックと違うわ、やっぱり。そうですね、トイックはまあこんなん出さないと思うんですね、うん、はい、まああとは受験だったらね、Recommend that SV 原型とかね、そういうこのビジットは原型ですのでとか、仮定法現在とかっていう文法事項が必要なんですけど、仮定法現在、はい、仮定法現在、まあ、トイックにも稀に出ます。はい、昔のトイックは 100% 出たんですよ。全部のテストに出てたんですけど、2016年以降は時々しか出ないですね。スペアタイム、はい、覚えておきます、はい、続いて2番ですね。 You can't expect people なんとか you if you don't respect yourself。 あ、これはトイックでも出る、出ますよね。これ迷ったんですけども、はい、B ですね。
B は、over respecting ですか？いや、B か D でもやったんです。ああ、はいはいはい。はい、答えは D です。ですよね。expect 人と言うとですね。はい。はい、人になんてかするよう期待するですね。people to respect。はい。これは大事です。まあこういう文は、まあ、トイックでは出るような内容では全然ないんですね、はい、トイックにこんな文章は絶対出ない、うん、確かに。けどこの expect him to do はめちゃめちゃ重要でやすい。 expect は非常に問われやすいです、ね、あ、そっか。だからこれは respect じゃなくて expect him to do、ね、そうです。 expect の語法です、ね、まあちょっとややこしいですね。確かに両方とも spect 見るが入っている単語ですけど、ね、そうなんですよ。選択肢は respect のその形じゃないですか、はい、だからトイックに似てるんですけど、うん、重要なのは expect him to do、ね、そうです。 expect him to do だっていうのを見抜かないといけないですね。はい。続いて3つ目、 I will tell you that this new project will なんとか close cooperation with all other departments in our company。 あ、ちょっとビジネスっぽい。 C、 正解です。はい、ビジネスメディアなんで、はい、そうですね、はい、これは意味大丈夫ですか。これはあれですよね、あなたあのニュープロジェクト、はい、新しいプロジェクトについてで、まあ、一丸となってみたいな。そうです。会社一丸となることを求めていますっていうことを指示していると。はい、 require が正解ですね。まあ need のような意味になるので、はい、これが正解で、まあ ask は、まあ、基本的に後ろには人だったりとか疑問が来るのでおかしいですし、 reply や result は自動詞なので後ろに目的を取れないですね、はい。続いて、あ、前置詞じゃないですか。はい。I'll wait for you here until you finish your work, as I don't want to get なんとか that way。 はい。D、on じゃないですね。なんで？なんで？なんでなの？On the way って、まあほら、どこどこ行く途中とかはあるんですけど、はい、On the way to school とか、はい、学校に行く途中とか行く道みたいなのはあるんですけど、これは get in the way ですね。get in the way？ はい。邪魔になる。いや、知らないわ。これ使うんですか。でもやっぱり使います。日常会話で普通に、はい、使います。 Get in the way、 Get in my way とか、はい、イメージすると簡単だと思います。この自分がこの行ってる道のところに何かがあったら邪魔でしょ、はい、うんうん、そこのところに、ああ、Get in the way、 そうですね、はは、 In the way っていうのは、はい、非常によく使いますよね。さあ、はい、動画的にいい感じ、いい感じに間違えてますよ、ね、で本当にこれ狙って間違えてるんじゃなくてシンプルに間違えてるんで、ぜひあの受験生の皆さんはこれを参考に間違わないでほしいですよね、はい、そして、My brother fell down the stairs yesterday, but he's alright. He なんとか hurt himself badly. はあ、なるほど。これ時制の問題ですよね、はい、これは、まあ、結論から申しますと C を選びました。C は無理ですね。いいですよね。でも文法上無理です。ごめんなさい、はい、本当に選びたかったのは A です。 A です、正解は、はい、これは正解ってことです。なんでなんで正解ってことにした。なんでこれが正解ってことにした。まあこういう時にこの could have っていうのは使える表現ですね。これちょっと解説してもらいたいんですけど、はい、私の弟、まあ兄弟が、うん、要は階段から昨日落ちたと、はい、そうです。でも彼は大丈夫だよ、はい、で、この後に空欄があって、はい、hurt himself badly じゃないですか、はい、そこの意味合いがよく分かんなかったんですけど、 hurt himself badly ってことはめっちゃ怪我してるわけじゃないですか、うん、はい、でも怪我してないですよね、 he's alright。 そう、矛盾してるなと思って。なんで、その矛盾を表すことができるキャラクターが could have だけですね。どういう意味になります、これ。こうなってたかもしれないよねってことです。あ、可能性の話か。そうです、可能性のクッとですね。なるほど。できたではなくて、ものすごい大怪我してたかもしれないよ、だから実際してない、ちゃんと罰にしておきます、はい、そうです。だから正解できたかもしれないよ。そうですね。まさに。で、トイックは基本助動詞のまで出ないんですよ。助動詞選ぶっていうのは出ないんで、はい、こういう問題出ないです。僕は十何年間受けてまで1問しか見たことないんで、へぇ、助動詞選択はこういうの出ないんだ。そうです、出ないんですね。勉強になります、はい、で6とかもトイックで絶対出ないような問題ですね、はい、これも。これなんかどれでも正直伝わるんじゃないかなって一瞬思ったんですけど、はい、6番は私が言った答えは C です、はい、正解です。ありがとうございます。僕がこれ見た中ですげえむずいなと思ったのはこの6なんですけど、何なんだろうな、そういうのはなぜか解けてるんでこれ意味わかります。はい、まあ、大抵最初見て簡単だと思われるようなことは、はいはい、まあ、大抵後々難しくなる。ああ、難しいと分かるですね。Turn out to be、 はい、はい、正解です、はい、その通りです。で、そのことを表す主語になるので What？ はい、正解です、はい、あららら、素晴らしいじゃないですか。ありがとうございます。いや、これだ、引っ掛けは That なんですよ。そうですよね。 It is said that っていうのでみんな覚えてるんで、はい、こうだと言われてる でこれ It is said that の That 省略されてて、もう What から。いやー、これが正解っていうのはすごいな、不思議な、不思議ですね、はい、さあ続いてもまた文構造的な問題ですね、はい、うん、これも迷ったんですけども、はい、B、 はい、B 正解です。ありがとうございます、はい、いや、これも
すげえなんかもう引っ掛ける気満々だなっていうような問題なんですけど、引っ掛けに来たなと思いました。だから6とか7ってもう文構造をガチガチに間違えさせる気満々っていう感じでしたけど、なぜこれにしましたか。単純に前にハワイっていう場所が入ってたんで、でその後の多分入るとしたらウェアか、うんうんうん、時の話をするのかなと思ったんですけど、そうですね、はい、だから A か B かなと思ったんですけども、まあ It wasn't as hot as I had imagined だったんで、うん、まあ単純にもその通じるなっていう。なるほど、はい、これはもういわゆる関係代名詞と関係副詞と言われるポイントが問われてて、はい、でまあやらしいのがラッサマーっていう時間が書いてあるじゃないですか。そうですね。なんでこれでウェンダー飛びついちゃうと、ああ、ね、そうですよね。だから there wasn't だったら後ろに主語来ないといけないと、うん、名詞が来なきゃいけないのに there wasn't の後ろに hot っていう形容詞来ちゃってるんで、うん、はい、だから A はありえない。はい、で、まあ、C はもう全然ありえない形なんで、うん、B か D かってなるんですけど、はい、D の場合は Which っていう関係代名詞ってやつなんですけど、ええ、それが来てたら必ず後ろはこの代名詞文書けなきゃいけないんで、主語がないとか、はい、語がない、目的語がないっていう形を作んなきゃいけないんですけど、はい、Which の後ろに It wasn't hot っていう揃っちゃってるので、はい、書けてないっていうのでダメなんですよ、うん、そう、だから正解は関係副詞の Where で、後ろ完全な文揃ってていいので It wasn't hotで揃ってるし、で Where はハワイを指してるっていう、うんうんうん、では8番 I went back to my hometown recently for the first time なんとか20 years、はい、これはイージーでしたね。おーイージー、はい、B 間違いです。嘘でしょ、嘘イージーで間違ってるじゃないですか。イージーですよね。イージーじゃなかった。いやもうだからこういうのが受験のそのテストの引っ掛けですよ。そう、よく大体もう420 years とかですね、はいはいはい、っていう期間みたいに示さしといて違うっていうね。違う、これ for the first time in 何々 years ですね。 in こう何年間で初めてってやつですね。だから今回20年間で初めて for the first time in。 確かに for the first time for じゃないわ、まあ、冷静に考えたらこれ本当に受験生の皆さん間違っちゃダメです。そんなフォーフォー来ないですもんね。そう、フォーフォーここは来ないんですよ。確かに、ファーストタイムイン何々イヤーズの期間、はい、ね、そうだから20年間で初めて帰ったよって言ってますね、ホームタウンに。いやー難しいですね、面白いですね。いや次帰っ、ちょっと待って、帰るの。次帰るの、はい、はいはい、じゃあ次は All my life I have devoted myself なんとかJazz music、はい、In practicing jazz music B ですか、はい、不正解です。あれ帰る前何してました。 D D だったんですね、正解は。あー正解ですね。D にしてましたもん僕。D にし、 D って書いてましたから。そう、 D って書いてた、はいはい、はい、ねえ正解だ。危ねえって、危ねえって。 Devote to ing ですね。あーこれそういう形なんですね。これはね、トイックでも出るんです。 Devote to ing、 はい、トイックでも登場しますので、 Devote 人 to ing、 Dedicate 人 to ing、 そして Commit 人 to ing って、この3つがめちゃくちゃ大事です。あ、全部同じです。同じです、はい、じゃあ10番目、はい、I'm halfway なんとか My mathematic assignment So I plan to hand it in the day after tomorrow、ね、これはイディオムですね。 Halfway Be on Halfway through です。 Halfway through です、はい、Halfway through で覚えてください。これ途中って意味ですね。ハーフウェイなんで真ん中なんで、まあ、意味考えたらそうだよな。この数学の、はい、宿題、ね、宿題が途中、はい、だから、あ、そうだよ、ね、ハンドインも分かりますよ。ハンドイン提出する。あ、そうそうそう、だからあさって提出する。まだ終わってないんですね。まだ終わってないんで、あさって提出します。ハーフウェイ through 何々ぜひ使ってください。これ So I'm halfway through my dream って感じ。ああ、いいじゃないですか。夢の途中。はい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 。こうやって覚えよう。なるほど。じゃあ、続いて。In my opinion, designer dresses are not always good. Just なんとか they're expensive. はい。これね、難しかったんですよ。なぜなら、はい、その good の後に just が入ってて惑わされてるんですよ、ね。はい、はいはいはい。そうですね。で、ここで私が結局選んだのが、うん、though。ああ、だがってことですか。はい。はい、これは just because ですね。ですよね。はい。普通に考えたら because ですよ。はい。高いからね。そうですね、それ高いからと言ってっていう時に使うんです、just because は。ただ高いからと言って、いいとは限らないよって言ってるんですね、デザイナーですが。just because。そうです。just because、simply because、merely because っていう3つありますね。知ってるみんな。そう、私はちなみに何にも、ね、メモとかしないんで、僕は授業をする時も全部頭の中からですね。今完全に受験生の気持ち。次が You should not keep any pets なんとか You can take good care of them、はい、
これ意味は分かりました。まあ要はそのあなたがちゃんと世話できないんだったら、うん、ペットは飼っちゃダメだよ、そういうことですね、はい、B B の案です、正解です、はい、そして次が I've never timed myself but it takes me なんとか half an hour from the station to the library on foot。 もうこれはですね、まあ、単純におおよそって意味だと思ってるんですよ、はい、だからまあ D ですよね、はい、そうです、これトイックでめちゃめちゃ大事です、はい、approximately。これ B はアポロ appropriately ですね、これ意味違いますよね、適切にですね、だから似てる形ですけど意味違うんですよ、ね、そうですそうです、これなんかもうすごいね、似たようなスペルのものを並べてますけど、ですよね、今初めて他の選択肢目が行きましたそういえば似てるものだったんだって思って、ちなみに A は何ですか、 A は appreciating、 そうです、 appreciate だから感謝する、感謝ですね、あれですね、で C は approve ですね、承認する、承認するという感じで、さあ、はい、何問できたのか、発表します、はい、13問中、はい、6問です、はぁ半分いかなかった、おおよそ半分ってことです、おおよそ半分、 approximately half ですね、本当に、はい、いやでもまだまだね、 halfway through なんで、はい、これ本当にまだまだ私の英語の学習は halfway through なんでね、本当に今英語頑張っておりますね、はい、でも普段まだやってる、やってます、あの実はその今トイックの、はい、まあ、学習中で、はいはい、その動画の中でもいわゆるこうインターネットで受けるテストで、あ、はい、どれぐらい点数が変化するかっていうことだったんですけど、うん、本番のちゃんとしたテストを受けようっていうふうに決めまして、はい、5月に私トイック何年ぶりか分からないんですけどちゃんと受けます、はいはいはい、すげー、会場で、はい、見かけた方は声かけないように、はい、こけない、そうそうこけない、そうそう、こけないようにしないといけないし、声もかけないでください、あの集中して受けたいんで、試験の時はね、はい、ピボットの方を見てください、はい、僕のボケが一体どれだけカットされてるのか、はい、ほぼ全カットだと思います毎回いらないっていうのいらない、はい、それ全然いらない、英語だけ教えてくれればいいんですって言ってるんで、はい、ということでした、これはハセンさんにおいでいただきました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。